分でな、そうやかもな。EU? 国際連盟やってん、あれはな。本質な。しかも、国際連盟の協力で、な、東軍通るからな。本質は、本質なんですよね。EU の本質的に国際連盟の続きなんですけど、国際連盟の協力ですよ。で、こういう時は国際連合、国際連盟であった EU のが機能しますと。ね。まあ、親戚やから日本先住民とヨーロッパ人は。んフリーメイソン氏たちも。機能するね。で、アメリカの方のそういったものと違って、EU の方は、ヨーロッパの方は、女性に対する無礼っていうのをね、非常に嫌うでしょ。女性に失礼のないようにっていうのを非常に気を使う文明がヨーロッパやから、安心して、さやかはね、EU の人には喋れるわな。まあ、NPO とかもな、もともとの EU の考え方やから。国際連合というよりは EU の考え方やから。NPO のな、その人権団体中の考え方もね。特にドイツはそういったの、ほんまに神経質なぐらいうるさいで。人権や女性に対する無礼に関したドイツ人はほんまに。まあ、西ドイツだ。旧西ドイツ系の話。うちが知ってる時代まではね。もう、東西ドイツ統合直後に行ったから、ドイツにはね。今はもう どっちもでしょう。もちろんね。同じ人たちやねんから。まあ、どうしよう。あ、続きおっと、お父さんっておらへん。